それでは、セットの方をしてみたいと思います。一応通販にはしてみます。エヴァニューの下、エスビットなんですけど、これにこうしてしまうとエヴァニューのごとくこうしてしまうと蓋が閉めれないので、一応燃え尽きるまで置いとけばいいんですけど、蓋が閉めれないのでヘキサ、ミニヘキサ、外のこれちょっと買ってみましたんで、これでやりたいと思います。組み立てんのめんどくさいんだよね。完成。結構大きいよね。でもロストロがあって、こう見えてる。ロストロがあって、なんか日受け感があって、これでこうすれば蓋も使えるし十分かなと思います。さあ、なので。今日はアルスト2バーナーで やってみたいと思います。よいしょ。今日は、シェラカップは基本ですの浜田史郎さんがプロデュースの浜田印の辛麺、宮崎名物らしいですを作っていきたいと思います。美味しいのこれ。麺が入ってて、これひき肉が入ってて、スープが入ってて、でこれ辛麺のニンニクかな、あれは唐辛子かなが入ってます。それとニラを入れたらうまいということで、ニラと卵が一つ。あれ早いな、すごい。なんかロストルがあるのと何のとでは沸き方が全然違うね。ちょっとこれ早沸きすぎやわ。そして入れていくよ。まずスープ、スープ入れます。お湯、水 300cc ね。よいしょ。それにひき肉を投入。
ました。そしたらこれで辛い唐辛子、これを入れます。よいしょ。仕上げたら、ニラ、ニラを入れます。よいしょ。匂い、鼻がツーンとしてきた。麺投入。うわー、いっぱいいっぱいだった。さあ、それではいただきたいと思います。これ汁飲まれへんねん、汁飲みたいねんけどな。とりあえず麺を先食べる。いただきます。うん、ツルツルのもちもち、これはうまいよ。辛いけど、つるつるのもっちもち。このスープが飲めないっていうのがね、後からちょっと使わなあかんね、そのスープを。美味しいですわよ。だいぶうまはい、それでは麺の方が食べ終わったので、ここにパックのご飯、初めて使うんじゃないかな。今まで使ったことないですけどね。このパックご飯をここに入れて雑炊にしたいと思います。二度美味しいらしいですから。出た。よいしょ。グツグツと煮上がってきました。どうだろうね。でも出汁がうまいから絶対合うと思うな。美味しいはず。一度で二度美味しい浜田印の辛麺っていう宣伝をしてました。宮崎ケーブルテレビで。これはほんま燃費悪い。ここの穴とここの穴とブオーって出よるから、どっちがいいのかね。チタンやから軽くていいけど。よいしょ。ちっちゃくもなくていいけど。
秋足。うん、置いとくか。これで十分炊き上がってるもんね、ほら。いい炎出てるもん。駅年はいいね。使いやすい。それでは、できたので、こっちか。できたので、食べたいと思います。いただきます。うわ、うまそう。なんじゃこれ。うお、すげえ、うまそう。爆発した。暑いからな。いただきます。うまっ。最高や。めっちゃうまい。暑すぎて食べづらいけどうまいぞ。これは辛いし暑いし食べづらいで、この気候やろ。夏に食うもんじゃないかも。夏はやっぱ冷やしうどんとかがいいね。うん、うまい。でもはい、終了。完食。よいしょ、あれ完食ね。完食。ごちそうさまでした。いやー、食った。もうお腹いっぱいや。よいしょ、さあ、で、はい、お疲れ様でした。ご飯食べたし、次はあんたからのご飯やね。ね、後で食べようね。よいしょ。いや、今日も一日終わりましたな。でももう昼間38度とかよ。いやー、もう大変やわ。テントがとうとう31幕目になりました。31幕もあんねんで、1個も張ってないのに。夏場張れないもんな。テントだけ買ってるって形今。秋になったらもうテント張りまくるで、もうキャンプ行きまくるからとりあえず。今はしょうがない。38度やもん、昼間の気温が。そんなん無理やん。犬が持たへん。ワンズかわいそすぎるわな。なので今はとりあえずテント集めその他の材料も山ほど集まってきてるけど、いやー、次なんかレビューせんとダメですね。なんかしよう。刀かな。次は刃物のプレビューしたいと思います。では一日お疲れ様でした。